岡ソフトバンクホークス対福岡ソフトバンクホークスのゲームを、バッターボックスには5番城島、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。能見、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。2球目打ちました。この当たりはどうか、そして打席には鈴木が入ります。ここはいいバッターが続きますからチャンスですね。さあ勝ち越しのランナーを置いた状況となっています。こういう場面ですからバッターも集中してると思いますよ。なるほど、そうですね。ワンストライクです。ナイスボール、ここはあっという間に追い込んでいます。レフトへ持っていった、掴んでワンアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。この場面打席には上林が入っています。さあワンアウトになりましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。この場面でさらに引き離すことができれば気分的にも楽になります。センターへ持っていった、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになった、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、ホークス追加点を挙げました。5対3、さらにチャンスは続きます。ご覧いただきましょう、ここで見事なタイムリー、点差を広げます。ここで点を入れておくとね、相手チームは少し苦しくなりますからね。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。